商社メーカーーーーカカででああるるるフェラーリが生産しているスポーツカーであるローマは2019年11月13日、イタリアで発表された。ローマはポルトフィーノのクーペ版と言えるが、スタイリングはポルトフィーノとは大きく異なり、ローマは1950年代から1960年代に、ローマで流行した自由で気ままな甘い生活を開発コンセプトとし、ローマはまさに現代版。 ラヌーバドルチェビータ、ラノーバドルチェビータ、新しい甘い生活として具現化したモデルである。なお、乗車定員は2プラス2ではなく2クーペと表現される。鉱石自体はあるものの鉱石は、子供しか着座できないほどの狭さを意味するが、その鉱石の狭さがエレガントなファストバックスタイルを生み出している。トランクは、独立したトランクリッドを用い合ウィンドウとトランクリッドの間には、 可変ウィングが装備される。ローマはフェラーリ伝統の丸型テールランプを採用していないなど、フェラーリの今後の新たなデザイン言語を示す形となった。エンジンは V 型8気筒 3855cc ツインターボエンジンをフロントミッドシップに搭載し、後輪を駆動する。トランスミッションはリアアクスル付近に配置される、トランスアクスル方式を採用。 エンジンはポルトフィーノと同様のものだが20馬力増加し620馬力を発生。トランスミッションは SF90 ストラダーレに採用されている8弾 DCT を採用。走行モードであるマネッティーノはウェット、コンフォート、スポーツ、レース、エーソシーオフの5つの走行モードを持つ。GTK で5つの走行モードを装備しているのはローマが初である。 ボディサイズは、全長 4656mm、全幅 1974mm、全高 1301mm、ホイールベースは 2670mm。ホイールベースは、ポルトフィーノと同値だが、ボディサイズは、ポルトフィーノより 70mm、長く 36mm、広く 17mm 低くなっている。日本では二千二十年四月一日に発表。 デリバリーは2021年初頭から開始された。フェラーリの新しいデザイン言語、トーフムハット、フェラーリローマ、イブニングドレスに身を包んだ F1 マシン2020年4月4日レスポンス。ありがとうございます。